10年先ワクワクするなっていう風にね本当に思えるんですよね。工事たちのおかげっていうところはすごく強くて、私にとってはもうこの工事を作れること、工事金たちがいることっていうのはね本当に大きな武器になっているなという風に思っております。そうだから女性たちのね救世主って私は工事金たちのことを呼んでるんですけど、本当にね皆さんのね救世主にもねこの工事たちになってくれるんじゃないかなと思います。今日はですね、皆様10年後を見据えた働き方ということでですね、工事×働き方のお話をさせていただければと思います。工事はですね、働き方も作ってくれるっていうところがね、ありまして、私はね、この工事に出会ってから、工事をね、伝えることを女性の働き方にしようと思ってね、もうすぐ丸6年ですね、協会を設立してね、走ってきてるっていう感じなんですけれども、工事の秘密の大きなね、一つにこの働き方っていうのがありますので、10年後を見据えた働き方についてお話をしていきたいと思います。これをね最後まで見ていただくと10年後ねワクワクした未来がね描けるようになるかなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。10年後皆様何歳ですか？私はですね、もうすぐね6月が誕生日なんですけれども、6月で47歳になるので10年後は57歳というね状態ですね。還暦を迎える3年前っていう感じなので、どんな風に過ごしてるかなと思うんですけど、皆さんはね10年後どこで誰とどんな風にどんな生活をしてるかなっていう風に思いますか？すごく激動の時代っていう風に言われているね時代なので、3年先もね見えないなって言われることもね結構多かったりしますよね。お子さんいらっしゃる方はね10年後って考えるとお子さん何歳だなとかっていう風に思うと、またちょっとね現実感があるかなと思うんですよね。我が家はね今年17歳13歳そして7歳の娘3人がいますので、10年後になると27歳23歳と17歳っていう感じですね。素敵な女子3人になっていくっていう感じですよね。10年経つとね、10年っていうね期間って本当に長いなと思うんですけど、10年先の未来皆様何か見据えて動いてることってありますか？10年先のね未来こんな風になってたいな、こんなところに住んでたいな、こんな方々とこんな風に生きたいなっていうのをね今ちょっとね妄想していただけたかなと思うんですよね。でこの妄想することめちゃくちゃ大事ですので、頭で考えたことは形になる。知らないこと見たことないことって頭で考えられないじゃないですか。思いつきもしないですよね。そうするとそれが現実になることってないので、本当にねいろんな人がどんな風に生きてるか、もう自分と世界が違う人ってこんなにいるんだっていうのをね知った方がいいんですよね。私もねこう会社員というね枠の中にいた時には周りも会社員の人ばっかりだったので、会社員として生きる人たちが当たり前だったし、その世界しか見たことがなかったんですよね。で私本当に起業してよかったなって思うことは、世界は広い本当にいろんなね生き方働き方してる人がいて、いろんな選択肢があるんだなっていうのをね本当に思えたことっていうのはすごく自分の中でね大きな財産だなと思うんですよね。自分がその立場に立って思うことは、働き方ってねどう選択してもいいと思うんですよ。自分で選択できるし、なので会社員というね選択肢ももちろんいいと思うし、でその中で会社員としてできることが多い方もね絶対いらっしゃるんですよね。会社という後ろ盾がある中でやれること多いっていうこともあるし、会社員としてでも広な世界を見ることで会社員としてのそこに役立てることもいっぱいあるし、世界を広げられたり、その先の10年先にはこんな風に生きていたいとか、20年先にはこんな風に生きていけるなっていう、ね、未来が描けるようになっていくっていうのは、自分がその選択肢を持っているか持っていないか、一つの選択肢しか持っていないっていうのはすごいもったいないなというふうには思っています。まあ、それを本当に、ね、教えてくれたのが工事たちだなというふうに思っていて、なんかきっかけってね不思議ですよね。食とか食べることとかお子さんのアレルギーとか、まあ、働き方みたいなのでこの教会に出会ってくださる方は結構たくさんいらっしゃるんですけど、まあ、まさかねその食べることが自分のその選択肢につながったりとか、10年先とかね20年先みたいなところにねつながっていくなんて思わずに出会う人が多いと思うんですよ。私自身もねそうだったので、そういう中でそういうものが作っていけるっていうのはね本当ね工事すごいですよっていうところがねはいあります。今のまま変わらずにこう10年間が経っていた時のね自分のことをぜひ想像してください。まあ私だったらね昔だったら
会社員だった自分が10年間会社というところにそのままとどまっていた時っていうことですね。で、私はその当時10個上の先輩で結構いらっしゃったので男性が多かったんですけど、まあ、自分の10年先をね見た時に、まあ、男性と同じね仕事をしてたので、私が女性としてその立ち位置に立つみたいなね感じでね思ったことは結構あったなと思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。10年後今のまま10年が経って同じ場所にいるってなった時にね、もう10年経ったらね時代もすごい変わっているし、ね、本当に環境も変わっているかなって思うんですよね。で本当に今はね激動の時代、変化する時代なので、まあ、本当にね変化に柔軟に対応していける自分であることっていうこともねすごい大事なところになるかななんていうのをね思っておりますが、皆様10年先今のまま過ごしたらどうなるかっていうのね描けたでしょうか。どうですか、幸せそうですか。そこをちょっとね描いていただければと思います。私はですね10年先を描いた時に、ね、自分自身57歳なんですけど、で今ぐらいねめちゃくちゃパワフルに動けてるか、動いてる気もするっていう感じなんですけど、57歳だったらねもっともっとパワフルに動けてるかもしれないです。でその時にねこの工事たちをねどうやって広げていこうかなとか、でたくさんの仲間がいるなとかっていうところでワクワクするなっていう風にね本当に思えるんですよね。工事たちのおかげっていうところはすごく強くて、もちろん工事をねお伝えしている、お仕事にしているっていうところもあると思うんですけど、食べることっていうところでもやっぱり工事を食べること、自分で作って食べることができるので、作類とかお水とか火とかはもちろんいりますけど、そういうものがあれば工事もね作っていけるなっていうところで、電気は自分たちで守ることがある程度できるかなっていうふうに思っているっていうところもねすごく強いところかなと思います。食のベースが整って、自分の軸があって、でそこのベースをね自分で作れるっていうところっていうのはねすごい大きな力だなと思うし、やっぱり私にとってはもうこの麹を作れること、麹菌たちがいることっていうのはね本当に大きな武器になっているなというふうに思っております。そうだから女性たちのね救世主って私は麹菌たちのことを呼んでるんですけど、本当にね皆さんのね救世主にもねこの麹たちになってくれるんじゃないかなと思います。50年先のねなりたい未来みたいなねのねこんな風になってたいなっていうのと、まあ、10年そのまま行ったらどうなってちゃうかなっていうのをね考えていただいたと思うんですけれども、このね先ねこの10年ね自分が欲しい未来を手に入れるっていう風になった時にね、自分に必要なものって何ですかね、何が足りないかなって思った時に、ね、こういうものがあったらきっと自分の未来はね楽しくなる、ワクワクなるっていうねものがあればぜひぜひ書いてみていただければと思いますし、ちょっとノートとかがない方もね考えてみていただければと思います。現実の自分っていうのをちゃんと理解して、そして10年先の未来っていうところを考えた時に、ここに絶対ギャップがあるじゃないですか。ここのギャップを埋めるものをねやっぱり今やっていくっていうことが10年先を見据えた行動という形になるので、だから自分がねどこに行きたいかっていうのをちゃんと知らないといけないし、自分がどこにいるかっていうのもねちゃんと知らないといけないんですよ。でその間を埋めるものを学びとしてねやっていくっていう風にすると、ね、未来は変わっていくっていうところになるので、自分のね現状の理解、そして未来の理解、そして何が必要なのかっていうことを自分でね分かるようになってくると、もうその時その時にね応じて自分が必要なものっていうのをちゃんとね学んだりすることができるっていうところになるかなと思うので、ちょっとべっぴんきんチャンネルらしからぬかもしれないんですけど、今日はこの話もさせていただいてます。私はですねこの働き方に関してはですね30歳からなんと悩んでいるんですよね。で私30歳で長女をね出産しています。29歳から妊娠して30歳で出産して、で30歳から育休を1年間いただいてから復帰したっていう感じなんですけど、子供を産んだことによってやっぱりね母としていきなりねやらなきゃいけないこと、あこんなちっちゃい子が急に来て急に育てなきゃいけないんだっていうところからね、なんか本当に働き方とか生き方とかっていうところをすごく変えていかなきゃいけないんだなっていうのを強く感じたのがねやっぱ30歳という年齢だったんですよね。母としてもそうですし、まあ、そこから両立して仕事をしていくっていうのもそうだし、まあ、どうやって働いていくのがいいのかなっていうふうに考えた育休時代みたいなのもあったし、その時にちょっと学びを少しずつ始めたりっていうところもあったりしたので、そう30歳からね自分がどう生きていくのがいいのかなっていうのを考え始めたっていうところがあります。で私の人生は30代はもうとにかく働き方に、ね、悩みまくった30代10年間というのがあったというところなんですよね。でその間にね子供もね産んで復帰してみたいなことを
ことをやったんですけど、やっぱりこう女性がね、あの子供をいながらして働くことって本当にこんなに大変なのかって、子育てってこんなに大変なのかっていうのをね、まあ、本当にやってみて思い知った。いや、世のお母さんはなんてすごいんだっていうのをね、すごくね思いました。よく私母にね、あなたもね母親になればわかるわよって言われてたなーなんていうのをね、すごくね思いました。本当にね、世のねママたちね、すごい頑張って毎日ね頑張って大変な中をね、本当に子育てしながらお仕事もしながらねしている方もいらっしゃるかなと思うし、まあ、子育てとお家のことで頑張ってる方もいらっしゃると思うんですけど、いろんな方がねいらっしゃると思うんだけど、自分の選択肢っていうところがあるっていうことがね大事なんですよね。で、自分がそれしかなかったっていうことではなくって、それが良くて選んでいるっていう状態がね、やっぱり一番ハッピーかなと思いますし、ワクワクするかなっていう状態に、ね、なるかなと思うので、やっぱり自分の中で選択肢を持ちたいなっていう思いはずっとありました。なので私はやっぱり働くことはね諦めたくないっていう気持ちがねすごくあったんですよね。自分が母になった時に何が起こるかわからないじゃないですか。で、私ね、うちの母はね離婚してるところもあって、で、私もね、もしかしたらそうなったら、で、子供を一人で育てていかなければいけないかもしれないっていう恐怖がなんとなくずっとね、まあ、もう潜在意識的にねあるタイプだったと思うんですよね。自分がそういう環境で育ってきたので、なのでそういう選択肢を取ってしまった時に、子供をちゃんと自分が産んだらね育てられるといいななんていう風に思ってたので、働くことを結構ね諦めたくない、執着していた自分もいたのかななんていう風にも思ってます。そういう自分がいたので、まあ、働くことを諦めたくないっていうねなんか絶対に子供産んでもね絶対結果残してやるみたいな感じで、仕事もねバリバリやるっていう風に決めていたっていうのが、まあ、私のねその30歳のところまで来たところの人生だったんですよね。で、実際にまあ本当にそういう思いで仕事をしてみたら、本当にこんなに大変なのかっていうところで、自分がねずっとお仕事をしていくって思った時に、なんかこの働き方は無理があるかもしれない。で、女性が本当に子育てをしながら働くことでの会社の中での立ち位置とかって結構ね大変な思いしてる方とかね、あの子供熱出すとかね、本当によく熱出すんですよね。っていうので本当に苦しんでる方もね結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。でもそういう中でもね、その時期だけは頑張りなさいってよく言われるんですよ。そのちっちゃい時ね熱出してとかっていう時に会社でそういう風に言われたりすることも、あそこも耐え忍べと耐え忍んだ先に未来があるみたいなね、そこ言われるのはしょうがないみたいな感じでね結構言われたりもするところなんですけど、まあでも結構本当にね大変だし、その時々すごく辛い思いをねされたりする方もね結構本当に女性は多いんじゃないかなと思います。なのでそういう経験も私もたくさんしてきて、たくさんの女性も見てきて、なんか本当になんかないのかなって、もっともっとなんか女性がね本当に輝きながら、で、子供たちのこともね考えて、時間的にももうちょっと余裕があるようなお仕事って本当なんか作れないのかなっていうところで、まあ、私は工事に出会ったっていうところがすごく私にとってはラッキーなところだったんですけど、まあ、でもその工事に出会うまでいろんな資格をいっぱい取ったし、いろんな学びもしたしっていうところで、まあ、でもどれもこれもね本当にお仕事にはつながっていかなかったんですよね。ヨガのインストラクターみたいなのもあるし、職のあの資格もいくつかあるっていう感じなんですけど、まあ、そういったものがね私の中では仕事に最終的には結びつかなかったっていうところがありました。女性の新たな働き方を作るねこの協会を作っていこうという思いでね、この工事に出会えた自分のねラッキーと、ね、この工事たちを伝えていく、次世代に伝えていくっていう意味では、私一人で伝えるよりもたくさんの人と伝える方がいいし、その人たちの仕事という形で作っていければもっともっとたくさんの女性たちが笑顔でねお仕事をして、そしてこの工事が広まって、工事を食べることでもっともっと幸せになる人がいっぱい増えるっていう感じでね思いまして、協会を立ち上げたのが、はい、2018年の1月に、ね、立ち上げたというところになります。まあ、そこに行くまでも本当にいろいろビジネスをね学んだのは2016年とかだったので、まあ、そこから本当に一生懸命ねどうしたらいいんだろうっていうのを考えながら作っていったっていうところがあるので、まあ、本当にポンってすぐにできたものではないんですけれども、そこからまあ育てて今に至るというところになっています。今では本当にたくさんの工事マスターがねいらっしゃって、その方々が一緒にね工事を伝えるっていうことをしてくれているので、どんどんね多くの方に広がってきてはいるんですけれども、で本当に食べることってめちゃくちゃパワーがあるんですよね。
ね、本当に麹をね知ってくれて、もうなんかうつうつしてたりちょっとうつっぽかったりしていた方々が食べることでなんか元気をもらって、まず寝れるようになってどんどん元気になっていくっていうようなねこととかもありますし、お子さんがやっぱりねアレルギーでそれはで自分のせいだっていうふうに責めてた方が実際麹に出会って麹でねお料理したりおやつ作ったりすることでお子さんのアレルギーがね治っていくってね、自分がのせいだったかもしれないけど自分が麹を取り入れたことで変化していくっていうことを目の当たりにすると本当にすごすぎる麹って本当に思うんですよね。みんなの変化が本当に素晴らしいし、本当にだからこのね麹に出会ってくれてよかったなと思うし、この麹をね伝えることを仕事にしていく人がどんどん本当に増えていくことで日本がねどんどん元気な国になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。たくさんいらっしゃるからねもう私には無理無理っていう方とかもいらっしゃるんですけど、そう日本にはなんとですね3300万人ものね女性がいるんですよ。20代から60代でね、でその人たち全員に知らせようと思ったらですねまだ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 本当にやれることはたくさんあるっていう感じなんですよね。もっともっと本当にたくさんの方が麹を知ってくれて笑顔になって麹を伝えたいなって思ってくれることをお仕事にしていってくれたらいいなって本当に私は思っています。で私の10年見据えたっていうね今未来がね楽しみワクワクって言えるのはまさにこの麹と出会えたおかげだなというふうに思ってます。はい、なのでそういうものがない方はねぜひぜひね6月のね17日に朝活セミナーがねありますので、10年後を見据えたね働き方へアップデートっていうねタイトルでねセミナーの方をやることになりましたので、よかったら気になる方はね朝活セミナー朝6時からのセミナーになりますけれども、私とね一緒にワークをやったりとかっていうところをねやりますので、実際ねブレイクアウトルームっていうのでアウトプットしてお話ししてっていうような感じでねやっていたりするので、実際やっぱりこう考えたことを口に出すとかっていうのめちゃくちゃ大事なんですよね。そうなんかそういうのがねやっぱり時間としてもあるし、説明会みたいなのもありますし、ちょっとね先行く先輩のマスターたちがどんな風に自分のこう人生が変わっていったのかっていうところとかっていうのもねお話聞くことができますので、ね、いろんな人の話を聞くことで世界が広がるっていうところがあります。なので最初の一歩はそういったね小さな一歩で全然大丈夫なので、何かもしね麹ねいろいろねレシピとかね今まで玉ねぎ麹とか作ってくださってた方もなるほど働き方にこれがね変わるのかとかっていうところで興味を持っていただけたら、ぜひぜひねご参加いただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ概要欄見てみていただければと思います。私たちはねやっぱりね幸せになるために生きてるっていうところがあるかなと思うし、やっぱり毎日こう食べることでねハッピーになったり元気になったり綺麗になったりしていくなっていうふうに思うんですよね。 AI にとって変わられることもあるし、いろいろ便利になることってあると思うんですけど、食べることは私たちからはねなくならないと思うんですよ。本当の意味でのね幸せみたいなものって人間の体から出てくる神経伝達物質だったりホルモンの影響だったりとかっていうのあると思うんですよね。あったかいご飯を食べられること、美味しいご飯を食べられること、ね、これはやっぱり人間にとっての幸せという意味ではなくならないものなんじゃないかなというふうに思っているので、この食を仕事にしていくっていうことはすごくなんか大きな部分かなというふうに思うし、10年後20年後30年後もねなくなっていかないものかなというふうに思っております。そしてねこの麹箱でこうね手で作るっていうものはねやっぱり時代が変わっても人間にとっては大切なものであることはね変わらないんじゃないかなと思っております。ということでね今日も最後まで見ていただいて聞いていただいてありがとうございました。初めて見ていただいた方はねこちらのね YouTube の専用 LINE 公式がありますので、そちらでね調味料の選び方というのをねお届けしてますので、よかったら LINE 公式もご登録いただければと思います。もうほとんどね日本の調味料は麹菌から作って麹を作ってそこからスタートするっていうものになってます。なんですけど今のねスーパーではなかなか本物のそういった調味料には出会えないっていうところがありますので、どんな風に選ぶといいよっていう話をしてますので、よかったら聞いていただいて調味料から変えていただくっていうのをねやってみていただくととても楽しいので、調味料変えるだけで全然変わりますのでね、ぜひよかったらやってみていただければと思います。ということでですね今日もありがとうございました。素敵な一日をねお過ごしいただければと思います。またお次の動画でお会いしましょう。これからね月曜日からは毎日投稿いたしますので、ぜひ毎日皆さん見てくださいね。お待ちしてます。はい、またね、ありがとう。